はい、今週も始まりましたクラブ系のごきげんよう。今週もこの2人で、はい、僕代表の翔成です。豊島役の芹澤です。はい、今週もこの2人でお送りしていくんですが、本日のゲストに登場してもらいましょう、はい、どうぞ。どうも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 、はい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 、どうもどうも。はい、ということで、はい、今週のゲスト、先週に引き続 き, き, 続き、はいはい、マネージャーの鉄隆君と、はい、どうも、今週からゲストに加わりました、はい、新庄あ主任ですね。主任ですね。はい、新庄あさひくんとこのメンバーでお送りしたいと思います。お届けしましょう。はい、ということで、はい、ライオンの提供でお送りしています。ということで、ですね、それでは本日のテーマ、フリップテーマを早速ですが、何でしたっけ本日は。懺悔ですね。懺悔ですね。懺悔です。本日のテーマ、そうなんです、この二人にこの場を借りて懺悔をしてもらおうということで、はいはい、このフリップにそれぞれ書いていただいたんで、はいはい、じゃあまずは、はいはい、朝日くんからいきましょう。朝日くんからオープン。はい、読んでくださいよ。自分でね。見えますかこれ。細いな字が、おばあちゃん、カメラの前こっちですか。カメラ、おばあちゃんごめんなさいということなんですけども、おばあちゃんごめんなさい、はい、はい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 、まあ、その内容なんですけども、はい、まあ歌舞伎町にちょうど2年前ぐらいに来たわけなんですけども、うんうんうん、でも当時その東京に行く理由が、うん、まあ、ホストしようとは思ってたんですけど、うん、その理由が見当たらなくて、うん、とりあえず世田谷で、とび職をするという言い訳で、まあ、家を出てきたわけなんですけども世田谷限定のそのちょうどその東京都民で調べた時に一番出てきたのが世田谷だったの会社だったのかな。出てきたり会社名言って、住所送ってみたいな感じでやってて、でまあその1ヶ月後ぐらいにですね、その何ていうんですか、皆さん行ったことあると思う、J1 研修という、研修に行きましたけど、誤ってその手紙を勉強会みたいですね、そうですね、研修ので、なんかその感謝の手紙を書くみたいな項目があって、そこで間違ってですね、その本当に住所を書いて家に送ってしまって、で、その、まあ、両親に、ともとも、まあ、その家族全体にバレてしまったんですけど、で、なんかそのおばあちゃんだけ、まあ、可愛い息子が一人で東京行って心配だと、おばあちゃんのに孫ね、おばあちゃんおばあちゃんの息子、ま、孫か、孫ですね、ですねそれで緊張、いや緊張は大丈夫はいはい、ほんでほんで可愛い孫が一人で、孫が一人で行ってると、それで毎日その親から連絡あって、毎日寝る前に仏壇の前で両手を添えて、一日でも早く帰ってきますようにと、息子が、あ、息子じゃない、孫がで毎日で、ね、やってる中ちょっと泣ける、泣ける中で泣ける、今僕が東京でホストをやってるなんて、知ってしまったらね、もう何もまさかね、やってるとは思わないし、まあ思わないと思うんで、でそのおばあちゃんにバレたら、まあ本当に死んでしまうんじゃないかと、ショックで、っていうのでずっと言えなかったんで、今日この場を借りて、おばあちゃんごめんなさいと、おばあちゃん見てるのかないう内容で、おばあちゃん見せてましょう、見せましょう、ぜひあの再放送おばあちゃんに見せてもらって、そうですね、実はまだ言ってないのかな、言ってないですね、まだ実は孫は歌舞伎町でホストをしてる、はいはいはい、まずホストが何なのかどうか知ってるかどうかちょっと分かんないところなんですけど、ちなみにおばあちゃん何歳、おばあちゃん80になったんじゃないですか、僕80全然いけますけどね、おばあちゃんに最悪店に呼んでもらって、いや本当にね、はい、いけますよね、好きや、おばあちゃん、おばあちゃん全然接客できますからね、もし機会があればおばあちゃん、そうですね、ぜひ、ぜひ、なるほど、じゃあおばあちゃんごめんなさいと言われなさいということで、はい、はいはい、おばあちゃん、はい、孫頑張ってますよおばあちゃん、はい、はい、ということで続きまして、はい、テーマ、懺悔、はい、懺悔ね、こちら、たかしくんの懺悔、オープン、
見ますか。まさしの点点点です、うんうんうん、見ますかね。まさしの点点点、まさしっていうのが、うんうん、多分みんな知らないと思うんですけど。いや僕も知らないです、ね、そうなんです。僕 の, あの地元の親友なんですけど、うん、地元の高田まさし君、通称マーシーって呼ばれてるんですけど、どっかと被ってるよね。被ってるマーシー、マーシーがめちゃめちゃ仲いい友達なんですけど、うん、もうその子の家はほんまにあの家族ぐるみで仲良くさせてもらってるような本当に家で、まさし君が、あのお姉ちゃんがいるんですよね、うんうん、かおりちゃんっていう、かおりちゃん、これ名前出していいのかな。いいんじゃないか。いいですね。行きましょう行きましょう。かおりちゃんっていうお姉ちゃんがいるんですけど、お姉ちゃんがまあべっぴんなんですよ。まあ、まさしくんも男前なんですけど、お姉ちゃんがまあべっぴんで、兄弟揃っては珍しい。そうなんですよね。で、あのそのお姉ちゃんは本当にあの地元ではファンクラブあるぐらい、本当に有名なあのお姉ちゃんで、あの学園祭とかでもう本当にその子を目当てにこう、はい、男の子が群があるみたいなぐらいのすごい可愛いお姉ちゃんがいましてですね、そのお姉ちゃんがある日ちょっと怖いなと、うんうんうん、僕リュウスケ、リュウちゃんって呼ばれてたんですけど、リュウスケなんでね、うんうん、リュウちゃん怖いなと、うん、どうしたんって言ったら、最近ちょっとつけられてる気がするのね、怖いなって、うんうん、なんかすごいなんかキャキャ言われるのはいいけど怖いなって言ってて、つけられるからちょっと怖いから、うん、どうしようっつって、うんうん、いや俺なんかあったら俺もう行ってあげるよと、守ってあげると、マーシーと一緒にもう地元の連れと、うん、みんなでやっちゃうよと、うんうんうん、行っちゃうよと、そんな先日そんな日が続いてたわけですよ、うんうんうん、である日なんですけど、そのかおりちゃんのパンツがね、うん、盗まれたと。事件ですよ、うん、もうつけられてると、うんうんうん、危ないなと、僕はね、その危ないなって言った日から、うん、何日間かほんまにあの、うんうん、週にもう4回5回ぐらいですかね、うんうん、マーシー家に遊びに行って、うん、大丈夫か大丈夫かと、可愛いから言いに行ってたわけですよ、うんうん、そんな中パンツを盗まれるっていう事件が起きて、うんうん、これは一大事やと、一大事や、もうこれは一大事やと、うん、もう地元のやつ全員集まると、うん、下の子から集めて、うんうん、もう 2,30 人集まりましたよ、うんうん、パンツ盗んだやつ探せと、うん、もうタコやろなんやろみんなに、お前カオルちゃんのパンツ盗んだやろ、パンツ盗んだやろって言ってみんな探し回ったんですけど、結局見つからなかったんですよね、うんうん、なんて言ったって犯人は僕なんですからね。マジ、このカオルちゃんのパンツ盗まれたよ。そうですね、この場を借りて本当に謝りたいと思います。カオルちゃんのパンツは、盗んでごめんなさい、ごめんなさい、ちなみにいまだに実家の、はいはい、クローゼットの奥の方にずっとカオルちゃんのパンツはあるんですけど、またちょっと逆に、はいはい、よくこうニュースとかでも、はいはい、こうなんかパンツとか、はいはい、ルーズソックスを盗んで捕まったっていうのが、そうですね、あれどういうかその使い道が全然違うんですよ。本当にね、誤解しないで、それで何かをしたわけじゃないんですよ、うんうん、可愛いから、あまりにも可愛いから、うんうん、なんかこうちょっと僕のもんできないかなと、なるほどなるほど、できないかなって思ってこう毎日通い詰めてるうちに、うん、いつの間にかポケットにパンツが入ってたっていう考えすぎても、そう考えすぎて、うんうん、これなんかおかしいなって思ったらパンツが入ってたっていう、あーなるほど、そうですね、まだ未だにあるんで、ちょっと今度地元に帰った時にちょっと謝りに行きたいと思います。はい、はい、かおりちゃんでしたか。かおりちゃんですね。かおりちゃんと、ね、おばあちゃんと、はい、かおりちゃん、はい、二人カメラに向かって最後に、うん、ごめんなさいと行きましょうか。はいはいはい、せーの、ごめんなさい。はい、失礼しました。はいはい、ということで、じゃあ早速ですが、はいはい、サイコロトーク、はい、行きましょう。行く前に、はい、オンエアとか、あ、オンエア行きましょう。オンエアですね、乾杯しなかったですか。そうしましょう、乾杯しましょうか。乾杯しましょう。はい、せっかくですし、しましょうしましょう、乾杯ね。はい、待ってました、はい、じゃあ乾杯。はい、はい、はいはい、パンパン。ということで、はいはい、今週は、こちらのたかしくんが、はいはい、今日の、はい、当て、今日の当てです。今日のおつまみ用意してもらったので、一回紹介だけいいですか。はい、あ、いいですよ。こちら、僕が先週見てもらった方は、もしかしたら分かるかもしれないですが、うんうん、こっちのカメラかな。はい、僕のね、顔が唐揚げに似てると。出てたね、コメントで。コメントでね、ちょっと唐揚げ似てるって言ってたんで、もう唐揚げ似てるんやったら、もう唐揚げ持ってきたらないかいと。うん。唐揚げ持ってきちゃいました。よいしょ。これは、作ったのかな、買ってきたのかな。もう僕の手作りですね。手作りで、はい、手作りで唐揚げね、ほんまに。これちなみに先週に引き続き、はいはい、そうですね、ご機嫌よう、はい、見たっていう、はいはい、方にはこちらの唐揚げチャームでプレゼント。はい、はい、そうです、唐揚げを。じゃあまずレイ君の方から味見いきましょうか。
いや手作り唐揚げもまあまあ、簡単そうに見えて、そうなんですよね、漬け込んだりとかも手間っちゃ手間なとこもあるし、ね、はい、うん、そうなんですよ、ちょっとね、うん、ちょっと頑張ってみたわけですけど、頑張って、はいはい、そう、制作時間どれぐらいですか？そう、制作時間、うん、2時間ほど、2時間、ね、そう、全部合わせたらですよ、うん、僕もう、どうスペシャリストなんでね、SP なんで僕は、スペシャル、ポリス、わけわからへん、どのタイミングの、パンパン行ったわけですよ、普通にね、はい、そうなんですよ、あ、そうなんですか、そうなんですよね、教訓みたいな感じなのかなと、はいはい、普通に美味しかった、そうなんですよね、じゃあ一回早速みんなで味見行きましょうか、はい、もうどうぞ食べてください、もう唐揚げね、はい、ほんまに完全に僕二日酔いなんで、今これを見ただけでも、いや本当に一個だけ食べられない、僕ね唐揚げを作ろうと思って吐き気が持ってこようって決めてからなんですけど、もうちょっと持ってきたんですけど、僕も二日酔いでね全然いらないんですよ、ね、あ、でもね、はい、美味しい、本当に美味しいですか、うん、あ、よかったです、美味しいけど、はい、あのちょっと体調の方が、ね、はいはい、もう絶対一個は食べきって、ね、レイ君一個食べてくれたね、ありがとうございます、高橋好きなんでね、あ、そうです、ありがとうございます、美味しかった、本当に美味しかった、高橋ワンの皆さん売り物にできるぐらい、はい、そう、お前ですか、売り物にできるぐらい美味しかった、はい、ありがとうございます、高橋好きなんで、高橋好きなんで、ありがとうございます、いや、唐揚げ欲しい、はい、じゃあ早速ですが、はいはい、サイコロトーク行きましょうかね、そろそろ、じゃあ朝日君と僕帰りましょう、そうですね、席替え、はい、席替えですよ、行きましょう、これ持ってんね、持ってんね、サイコロ、はい、振りましょう、緊張してる、緊張してますね、ちょっと普通に行きます、はいはい、ということで、じゃあ朝日くんから、はいはい、サイコロ行きましょう、はい、はい、何が出るかな、何が出るかな、出ましたね。体調不良ね。あ、話ね。じゃあ言いますね。毎回このくだりが。なになになに？恋の話。お、キュンキュン。キュンキュンキュン。一回もう全部作っといた方がいいかもね。一回ね。はい。はい。恋の話してください。はい。恋の話してね。アサイ君の恋バナ。はいはい。ということで。ああ、じゃあどうすなら、初恋の話を。初恋の話。はい。逆に毎日一緒におる従業員やけど、改めて恋バナとか言うの、はいはい、うね、恥ずかしいね、うん、なんか恥ずかしいっていうか聞かないんでね、僕らも新鮮なんですけど、まあ、初恋なんですけども、うん、小学6年生の時ですね、うんうん、当時地元の、スイミングスクールに通っておりまして、うん、その時にその、まあ、一番上のクラスにはいたんですけど、うん、1個下の女の子に、うん、あかねちゃんっていう子がいたんですけど、うんうん、みんな名前を出すんだね、うん、出していきましょうよ、さらっとくるね、ちょっともう地元の子に勧められる子なんで、ね、またほんでほんで、でまあそのあかねちゃんなんですけど、はいはい、まあまあそのスイムがぶっちゃけどうでもいいんですけど、うん、まあ僕よりもクロールが10秒ぐらい早い子なんですけども、めっちゃ早い、10秒だいぶ10秒だいぶ、うん、水泳で、そうなんですよ、うん、男子が女子に負けるっていうなんかその悔しいとこもありつつなんですけど、まあ、うん、何が可愛いかって言ったらちょっとわかんないですけど、とりあえずまあ好きになってもうてですね、うんうんうん、まあ、それでなんとでしてもその、うん、外で会いたいと、うんうん、ちょっと自転車で1時間ぐらいのとこに行くだったんで、あ、学校はじゃあ別だったのかな、そう、全然違う、うんうん、とこですね、もう本当に、うんうん、でですね、何やその子にゃーっとのまあ、うんうん、家もわかりませんと、うん、なんとか当時から恥ずかしがり屋で、その女の子と喋る機会もなかったんですけど、なんとかその家の住所だけ聞いたんですよね。おお、恥ずかしがり屋の住所を聞き出したんですよ。いきなり攻めた。でもなんで住所を聞いたかって言ったら、うん、その電話番号、住所を見たら、うん、電話番号が分かる。調べれるね。確かに。ちょっとまだ気づいてるの。ちょっと怖い。ずっとこれ唐揚げついてるから。そうだよ。僕も気になる。なるほど、ませてるね。ほんでほんで。それで。うん、まあ、電話番号が分かるわけじゃないですか、うん、ただ声が聞きたい、まあ、喋れなかったんですけど、うん、で毎日のように可愛いんだ、電話して、でまあ出ることは出るんですけど、うん、まあ、何も喋らずに無言電話できるみたいな、うん、日々をまあ1ヶ月ぐらい1ヶ月ぐらいやっとったんですけど、うん、それである日、
いい加減にしろと、うん、そろそろ警察呼ぶぞこの野郎と言われてからちょっともう電話するのはやめたんですけど、小学校の時、ちなみに小学6年生の時ですね。適宜ですよ、ね、まあまあやな。小学校何年のその初恋は。6年生、うんうん、まあその中でなんかいろいろ恋みたいなものあったんですけど、うん、まあその自分の中で恋心と思ったのはそれが初めて、まあ、初めてやっていうのは、まあ当時からやっぱりその好きな子には尽くしてしまうタイプみたいで、うん、まあその結果がちょっとストーカーっていうあれになってしまったんですけど、でまあ当時はそんなこともなかったんですけど、まあ今でいうメンヘラってやつですけど、まあそのありますからね、現代病なんだよね、メンヘラ。あの女の子以外にもあるんかな、男の子バージョンも。結構女の子で聞くんですけども、ああたまにね、彼氏がメンヘラみたいなパターンもあるかもしれない、ね、なんかもう好きになってしまったらもう、もう自分が分かんなくなってしまうと、現代病だね、本当に。そうですね、うんうん、まあ、そのまあ今でもそうなんですけど、うん、まあ、その頃からもう、うんうん、その毛があったのかな、うんうん、かなと、うんうん、でまあ今もまあ、いかわらずなんですけども、まあ、そのまあ、うん、やっぱね、そういう好きな子に対しては、うん、そういう病気を起こしてしまうことが多々あるようで、はい、はい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 、もう、こういう話を言うか、もう簡単に言ったら僕はメンヘレだと。そうですね、話が変わってきましたけど、なんか話は、あ、でも小学校の頃からメンヘラ、はい、そうですね、出てたんだ、はいはい、この話にするつもりなかったんですけど、いやでも確かに、いや僕らも本当にこの仕事やってるんで、はいはいはい、いろんなこう女の子とかね、いろんなこう、はい、悩みであったりとかストレスを抱えた女の子とかね、で、これなんていうんですか、メンタルなんとかヘルス、ヘルスですか、メンタルヘルスって言うんかな、メンヘラっていうのは。そうです、ね、ほんまにてっきり女の子バージョンだけかなと思ってたんですけど、それでは本当にまた懺悔ってことでいいんかな。そうですね、また懺悔に繋がってしまうんですけども、ね、本当にもね、謝るんですいつもちょうどいいとこに。はい、ということで朝日くんがメンヘラだということで一旦 CM 行きまーす。恋バナやったよ今のは。かっこつけてんな俺。自分で買いかけてんじゃねえのか。開かないドアない。売り上げ上げるための全てがここにある。考えてる時間がもったいない。お前の気持ち一つだ。じゃあどこで働くの。エースコレでしょ。さあエースコレーションでのことを考えて今僕はしています。でもね、筋でラブできるってだけじゃないから。終わらないラクニマクリスティ、寂しさをでなぞるよ。土曜はクラブパール7時。はい、ということで、はい、CM 中に席替えしたんですけど、続きまして、はいはい、こちら、いきましょう、たかしくんのサイコロ、はい、いきましょう、どうぞ。いきまーす。なんか多いね。多いですね。なに来ました、来ました、恋の話。うん、ドキ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 、パート2。はい、息が合わなかったという、はいはい、これまたなんかあれですね、先週は2人連続一番腹が立ったこと、うん、そうですね、今週は2人連続恋の話、はい、まあまあ最後まで出てしまったんでね、恋の話ということで、うん、ありますか恋の話。そうありますよね、まあ本当に僕恋多き男って呼ばれてて、うんうん、はい、本当にもうごめんなさいね、石田純一か僕かみたいなとこあるんですけど。なるほど、まあ、トレンディーですもんね。あ、そうです、元祖トレンディーじゃないですけど、現代版のトレンディーみたいなとこあるんで、そろそろ読みますね、この感じ、うんうんうん、恋の話いきましょう。僕ね、うん、
もうすごくすごく好きになった子がいて、うん、まあかおりちゃん、かおりちゃんじゃないんですよ、ね、かおりちゃんじゃないの、もうちょっと名前出すとね、ちょっといろいろあれなんで、あの A ちゃんっていう子が、 A ちゃんね、うん、頭文字を取って A ちゃんっていう子がすごく好きな子がおったんですけど、うんうん、もうちょっとしばらくずっと付き合ってたんですけど、あの僕こうやって喋って、普通に普段喋ってるのはねすごく得意なんですけど、結構真面目な話をすると、うんうん、なかなか相手にこう伝えるのが苦手で、うん、すぐいいとなってしまって、うん、もういいわと言って何度もこう飛び出したりとか喧嘩になったりとかしてね、うん、あのよくそんなんがあったんですよ、その A ちゃんとね。あ、ちょっと症状がさっきの朝日くんと似てる。まあ、喧嘩になった時ですよ。いやいやいや、メンヘラーよかった、メンヘラなのかもしれないですけど、でも本当に喧嘩になった時とかに、いやもう真面目に喋ろうっつって、うんうん、もうでも俺はこうこうこう思うねんかっつって、うん、お前はどう思うのって言ってこう喋るっつって、うん、なかなか本当に伝わらなくて、はいはい、本当でもあの2年ぐらいもうずっと一緒にいた子なんで、うん、すごくお互いのことを分かってて、この喧嘩になってもまあいいかと、はい、A ちゃんが、うん、A ちゃんがもうええよって、うん、もうしょうがないからもう許すよっつっていつも許してくれたわけですよ、うん、2年経ったある日に、すごく大喧嘩になった時に、うん、なんやねんお前とドーンと、はい、ふざけんなよと、うん、前なんか言ったらわかんだよと、うん、まあわかんだろもうつってドーンつって、もうさ A ちゃんおとなしかった A ちゃん、いつも俺でくれた A ちゃんがドーンドーン机ひっくり返して、はいはい、もうあんたの話は何を言ってるかわからないよと、うんうん、話し合いにいつもなってないんだよと、うんうん、あんたみたいな話の通じない男とはもう終わりじゃと、こんなもんバカ野郎出てけえと、おーおーおー、もう A ちゃん振ったわけですよ、うん、もう行けと、振った振られた、まあちょっと曖昧なとこなんですけどね、うんうん、はい、もう出て行けと、もう出て行って、その恋は終わってしまったわけなんですけど、なんとその A ちゃん、2ヶ月後に、タイ人と結婚しましたお前言葉通じひんから嫌や言うて別れたちゃうんかい、余計もっと通じやすな、そうなんですよね、しかもそのタイ人っていうのがマジですごい長い間日本にいたわけじゃなくて、その A ちゃんって子がちょっと頭が良くて、大学に、あー、なるほど、大学にそのタイ人の子が留学でこう来てた、うん、はいはい、これ本当に喋れる日本語もそんなにない、ほんまにわけのある子と、うん、2週間の交際のうちもう結婚したっていう、本当にね、なんでしょうね、僕の言葉は伝わらなかったみたいですけど、タイ語はまあ勉強してくれたみたいなね、まあでも、ね、確かに外国人の方ともこう、はい、言葉がなくてもこう、うん、フィーリングというか、はいはいはい、何か伝えるもの、うん、伝わるものがあるっていうけど、うん、同じ生活ってなったらやっぱり言葉は必要なんやと思うんだけど、ね、多分ね、多分ですけど、うんうん、僕タイ人よりは伝えるのはうまいはずなの、いやまあまあ大丈夫です、そうなんですよね、もう、うん、僕は愛してるって言えますもん、タイ人は愛してる、まあ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 、バカにしてるんじゃなくて日本語で片言で言えば、まあ、2週間やったら確かにね、そうなんですよね、だからもう本当にね、僕はもうショックでたまらないっていう、こういうの話これはでも、はい、確かにその別れた原因が言葉が、言葉というか噛み合わないっていうのがあるじゃないですか、愛人の方が噛み合ってしまったのかな、歯車があってもだからね、もう一回だけ泣いてもいいですか、まあ何があるか分からへんからね、はいはい、失恋ね、まあ、いろんな失恋もありますね、あると思うんですけどね、ちなみに朝日くんなんか失恋の思い出とかありますか、この失恋ですか、うんうん、失恋はなんて振られたことがないもんですね、振られたことないの、あ、そう今までじゃあ、もし別れるってなったらやっぱりもう朝日の方からもドンと、そうですね、基本的には、振られたことない、うん、すごいね、いいね、どこで出会えたんすか、まあでも、ポスト始めてから振られっぱなし、そうなんですね、歌舞伎町甘くなかったみたいで、本当になんか恋の話で言うたら、もうなんか多分僕らの話よりここの話ってことが気になると思うんですね、多分そうなんですね、視聴者は多分気になると思うんで、もう終わりですか、もう終わりですか、もうちょっと時間あったら聞けたんですけどね、ごめんなさい、まあ、したいところですね、今週でたかしくんがお卒業ですね、はい、卒業になるということで、はいはい、そうですね、どうでした、どうでしたか、1回目2回目と、いや本当にね、楽しかったですね、うん、またぜひ出たいんですけども、うんうん、はい、また出させてください、もうあれどうなりました、この先週からここに、はいはい、あの先
限定3組無料特典、はいはい、ね、先週もちょっと結構来ましたよね。そうですね、もう何組ぐらい、8組ぐらい、そうです、ね、問い合わせ、はい、合わせると、はい、来ました、はい、またよかったら問い合わせ、今日もやってるんですよね、はい、そうですね、はい、やってくれて、本日限定先着3組です、ね、3組です、ね、はいはい、3組様無料ということで、はいはい、うん、いや本当に高橋君2週に続いて、はい、来週のゲストはまた引き続き僕と和田井君と、また誰が出るかは、うん、逆に誰に出てほしいかっていうのをもし知ってる子がおるなら ね、書いてくれたら、ね、コメント欲しいですね。そうですね、まあ、まだコメント行きましょう、コメントね、県に来たことがない子たちもいっぱいいると思うんで、はい、もしホームページとかなんかいろいろサイトとかサイト内で見てね、気になるっていうのがあれば、社長はね、どうでしょう、まだ早いかな。そうですね、社長はまだいいかな。いやでも社長はね、割とこの、ね、ご近所に対してグイグイ来てるんで、まあまあ本当は出たいね、レギュラーじゃない、はい、レギュラーになってから、そうですね、ですリスナーっていうんですか、見てる人、はい、社長は本当にヘビーリスナーですからね、この番組のめちゃめちゃ見てるから、うん、めちゃめちゃ見てる。ちなみに朝日くんはどうやった、今回初めて、結構緊張してたみたいな。緊張しますね、なんか思ってたよりも、うん、うんうん、なんで、ね、その考えてたことと全く違うことを、ちなみにわけわからんこと言ってしまったんですけど、考えてたこと、何が出る予定やったとかあんの、恋の話以外を全部考えてたんですけど。あー、そうな、一回じゃあもし時間あるから、このどれ行きましょうか、一番自信ある、自信ある、あ、悲しい話行きましょうかね、うん、悲しい話ですか、うん、悲しい話、ちょっと時間ちょっとだけ余ってるんで、うん、オーケー、悲しい話いきましょう、うんうんうん、はい、悲しい話なんですけども、うんうん、まあ、僕ずっとそのね、うん、どうしても同じ店にその地元の友達が呼びたいと、うんうん、で、ずっとそのね、うん、上の人にはもう、うん、連れてきます連れてきますずっと言ってて、言ってたね、結構前から言ってた、まあ、1年ぐらい前から言ってるんですけども、まあ、なかなか連れてこれないわけなんですけども、うん、で、正月帰った時に、うん、たまたま3年ぶりに会ったそのね、ほんと幼稚園入るぐらい前の友達と出会って、幼馴染やな、はい、もうまあ辛い人生を歩んでいると、だからもうお前もホストして道切り開こうやと、で分かった言って3日後ぐらいにきっと荷物まとめて来てくれたんですけども、でその日ちゃんと体験入店もしてくれて、うん、体験入店じゃない、もう入店っていう形で、なるほどなるほど、まあ、ヘルパーやらなんやら、まあ、僕はあんま見れてなかったんですけど、まあ楽しそうにやってて、やってたね、やってたやってた、でその後、まあ、まあ営業終わって、うん、でまあたかしさんたちとそのご飯に行ってですね、うん、そうですよ、飯まで行って、飯まで一緒に行ってくれて、うん、で、はい、寮の場所まで、うん、寮行って、話に大丈夫ですか、これ寮行って、うん、ここで寝ときやって高橋さんにこう寝床まで説明してもらった、うん、高橋さんがいなくなった5分後に、うん、一緒に荷物を持って出て行ってしまったと。なるほど、ちょっと悲しいな、悲しいですか、LINE ID 書いてるんでよかったら皆さん連絡ください、ありがとうございます、悲しい。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。